んにちは、カイブです。第4回は全国に広がる善光寺信仰、一生に一度は善光寺参りだよ。北信濃では仏教は古墳の出土品などから7世紀頃朝鮮半島からの渡来人が伝えたと考えられています。善光寺の創立は7世紀頃と見られています。境内などの出土品によって9世紀後半には瓦葺きの建物があったことが分かります。平安時代後期、善光寺は強い勢力を持っていた恩成寺と結びつき浄土信仰を取り入れました。鎌倉時代には将軍源頼朝も参拝したと伝えられています。13世紀末に描かれた一辺聖絵から当時の善光寺の様子がわかります。室町時代までには寺の成り立ちを記したさまざまな善光寺縁起が作られました。分かりやすい絵と話により全国に信仰が広がりました。極楽浄土へ人々を導くありがたい阿弥陀如来、女性の救済、日本最古の仏像が善光寺信仰の特徴です。川中島の戦いが続く中、武田信玄は善光寺本尊を甲府へ持ち出しました。その後本尊は織田信長、徳川家康を経て豊臣秀吉により京都に移されました。慶長3年、秀吉は死の前日本尊を信濃へ戻しました。40年以上にわたり本尊が不在で荒れ果てていた善光寺ですが、江戸時代になると徳川家康から寺領1000石を与えられました。その後周辺は門前宿場町として発展していきます。寛永19年に焼失した本堂の再建が思うように進まないため、幕府は松代藩に工事の監督を命じました。本堂は位置を大きく北へ移し宝永4年に完成しました。これが現在の本堂で国宝となっています。この時活躍したのが本山の寛永寺から責任者として派遣された慶雲でした。慶雲は再建の資金を集めるため江戸ばかりでなく全国を回る御開帳を行いました。全国の御開帳で善光寺の名はさらに高まり、
一生に一度は参れ善光寺と言われるほどに参拝者が増えました。御開帳は明治15年から現在のような間隔で行われるようになり、平成27年参拝者は700万人を超え過去最多となりました。善光寺は古くからみんなの心の拠り所になってきたんだね。第5回は信州最大の松代藩だよ。また見てね。